まずはソースどうし入れすぎちゃった。酔っ払いです。5杯目ぐらいになります。はい、で酢をひとらし。はい、橋を渡る前の、瀬国30円減約500円で降りられる古町1丁目でありました。なぜ、わざわざここで降りたかというと30円ケチるためだけではなく、どの道この後飲みたいお店が5時からしか開かないからですね、ということでございます。天竜川渡って 300m 古町1丁目バス停から歩いてきました。通り過ぎていきました2両編成の電車。そして目の前に何やら怪しげな階段がありますね。これね、手前に明らかに階段ありますけど、向こう側がものすごい短い間隔で向こう側に降りる階段があると思いますが、ここが伊那電気鉄道の入船駅の跡でございます。すごいですね、こんなところに駅があったっていうか、もう完全に1両編成、昔の短い電車の1両編成しか止まれないやつですもんね。はい、もうね、もともと馬車軌道発端とは、出自とはいえ、伊那電気鉄道はやっぱりね、路面電車並みに駅の間隔が多い。もちろん飯田線って平均駅間距離が2キロないんですけど、2キロぐらいか。でもこれはちょっとそれにしても短いですよね、これね。短いっていうか、これすぐ先が伊那北駅で、すぐ先がね、伊那市駅ですからね。ほんとね、さすがです。まあ繁華街だからね。まあ、ちなみにここの食料品店、まあ、ここで昔私ザザムシの佃煮買って、DDT の高木大社長にプレゼントしたっていう謎のプレイがありましたけどね。はい、どうでもいいですけど、こちらが、入船駅跡ということになります。さっき古町1丁目からね、天竜川渡ってやってきた、そのまさに天竜川の橋です。そしてなんとここ入船交差点に横断歩道がなくて地下道なんだね。これほんと骨董地下道もいいとこなんですけど、これねすごいよね、これね、ほんとね。はい、向こう側にも地下道の出口あります、あります、あります。そしてなんとタクシー会社に待合室があるっていうね、待合所があるってなかなかすごいんですけど、まあそんな中ね、こちらにこのローメン記念の地というね、記念碑が立っております。拡大写真が出しております。お、今口開けたんですよ。のれんが出るようですよ。あ、出ましたね。ということで入りましょう。こちらローメン、中国料理とローメンの店ファンリーさんです。入りましょう。はい、生中と突き出しもやしですね、いただきましょう。まず喉潤し、ふーはー。そして朝からクロワッサンとハイチュウしか食べてないから、はい、いただきましょう。味がなかった。そりゃそうだ、ローメンの店だから自分何つけるんだよ。よくね、やりたい放題ですね。ごま油、ローリコイ、ローリコイでしょ。七味、ちょっと酢、さすがにそういうソースじゃないよね。まあ、ソースは別に焼きそばに混じるのがいいんだけど。はい、ということで、はい、いただきます。はい、すみません。はい、ありがとうございます。うん、はい。そしてやってきました、
あ、そして刺身なんてクイックメニューですね。馬身、馬のハツの刺身ですね。はい、ということで、殺していただきましょう。あ、ちゃんと馬の味がしますわ、うん、そしてやっぱり初っぽい味もしますねって。平凡な感想で申し訳ないが美味しいです。焼酎の水割りを頼んだんですけど、これ何焼酎でしょうね。これだ。なんかまるで東鳴子温泉の不良焼肉屋みたいなものですね。これは褒め言葉ですね。さあ残る一切れ食べちゃいますよ、バシン。これでも何、普通にバニカ料理の一つってか馬刺しの一つみたいな普通の味わいで、でも初の食感ですよね。美味しくいただきました。タレは甘めでしたよ。甘めにネギの刺激みたいな感じですね。白板メニューにおすすめでもつ煮でございますね。ちょっと休みです。他の担当にはね、何ですかって聞いたら、まあ豚ですということで豚のもつ煮でございますね。さあということで、ね、あんまり出てこないな、あんまり出てこないな、仕方がないね。静止画撮影終わりましたのでいただきましょう。豚もつ、もういつもだったら東京では多いんだろうね、かとか関東では多いよね。え、超びっくり、あのめっちゃ出汁が甘いんだけど、こんな甘い出汁のもつには生まれて初めてです。ってか生まれて一番甘いね。甘いし出汁も効いてますよ、めちゃめちゃ。出汁ってあれですよ、そういうもつの出汁以外の出汁が効いてるよ。どうなったの、もつは普通にめちゃめちゃ甘い、普通にめちゃめちゃ甘い、おかしい方ですけど、普通のめちゃめちゃ甘いもつです。やっぱり甘く、甘い、まあ甘いんだよね。へーって感じです。お茶け進むさんですね。さあ順調に散財しておりますが、これトントーですね。これ豚の頭の、煮たやつですね。どうでしょうか、これね、豚の頭は焼き物でしか東京で食べないやつ。そもそもこれどうやって食べればいいのかな、わかんない問題もありますけど、まあこちらのお店のスタイル的に何か書けるんでしょうね。調味料が整いました。はい、さっき入れたものを、ね、単に渡しただけです。もやしにやったやつに、はい、じゃあまずこの辺から。お、柔らかそう、柔らか、口で溶けします。意外と淡白ですね、はい、まあ、それは油の乗ってなさそうとかって言ったら、これどうだろう、コラーゲンありさだよ。うまい、はい、うまずいた、ありがたい。一穴程度ですね、本当に、はい。焼き餃子が来ましたね。いろいろユニークかと思います。まず羽は結構ついてるんだけど、タレが敷いてあります。これは斬新ですね。充電ケーブルが映ってんだけど、それはいいとして、ちょっとこれいただいてみましょう。よいしょよいしょ。やっぱり当然ながらね、フライパンが当たってないもっちもち、うん、さっきのバシンと同じ甘いタレ、そしてしっかりジュースありますね。しっかり
ジュースってか、まあ、あの昔ながらの程よいジュースかな、はい、うまい。いやいや、真面目に美味しいです。ありがとうございます。3杯目あともう少し開きます。本日はリミッターを外れているためにもうオーダーしまくりですね。はい、マットの焼肉ということでいただきましょう。ごまがいっぱいまぶしてあり、結構薄いパンね、豚こまみたいな感じですけど、うまっ、めっちゃうまっ、やばいうまさですね。そう、はい、ありがとうございます。5枚目かな、4枚目かな、忘れてます。これあれですね、あのその豚こまとかの薄切り肉特有の、食感あるじゃないですか。でその食感なのに味は全く臭みのないマトンっていう謎プレイですね。まあ、これ臭みがないので肉の質もいいと思うんですけど、まあ、それ以上に多分甘辛いタレに絡ませてることの影響が大きいのかな。めちゃめちゃうまいです。これは本当にうまいです。やばいレベルでうまい。今日終わりよければ全てよし、これで帰りにこけたりしてね、ヒヤヒヤヒヤやってまいりました。アニソンのロメン750円ですよ。この上でと味がついていません。そしてのっぽす、お、実は3回目ですか。でも3回目ですよね。2回目は多分もうで、7年前だと思うんですね。はい、最初にソースを一回しずつお上げください。その後お好みで何でもフリーダムと書いてあります。ということなので、まずはソースどうかし、あ、入れすぎちゃった、酔っ払いです。5杯目ぐらいでいきますね。はい、で酢を一回し二回しした気がしますけどね。さあ、ではいただいてまいりましょう。ここね、ソリッド蒸麺だよ。ほんともうやばいよ。でもこれさっきのあれだよ、焼肉と違う肉だよねこれね。うん、懐かしい、ならないぶりに思い出す。そう、この あらゆる日本の麺類マニアの誰もがこれは麺なのっていうようなこれですよ。この蒸し麺すいません、この蒸し麺がいいんだ。さあ、そしてちょっと甘すぎたのでね、ちょこちょこと入れまして、ごま油、かからないかからない、これでいいんじゃないかな。酸っぱくすればなんとかなる、それが酸味大好きこの心理。はい、普通に美味しくなりましたが、これが必要でした。やっぱりドバドバかけた方がいいや。これがラーメンだよね。気づいてる人は言っちゃダメよ、ね、考えちゃダメよ。うん、しますます、うん、しかしここでこれを入れないとね、うん、うん、うん、リモートワークっていいなぁ。わけがわかんないわけなんですけど、はい、おぉ、やばい香り。あ、そうなんだね。
一気に焼いてしまいました。そしてちゃんと表面部分、表面とかトッピングを食べておけばいいね。うまい。あ、でも同じくですね、やっぱり。うまい。本当これジャンクフード、ザジャンクフードで。それ最近一つ食べていきましょう。もう電車の期限が詰まったの。マリーさん、お会計6900円なので怖いかな、怖いから、おっぱいなんでもう分かってないんですけど、さすがにローメン勧誘は避けてきましたけど、まあほぼ乗ってきて、で大変美味しかった。なんかね、今回ニンニクをなんか入れてみて、多分1回目に来た時が幻の全国最長型キープなんで2006年だと思うんですけど、その時もニンニク入れたんだけど、これニンニク入れて初めて締まりますね、やっぱりの味はね。こう改めて感じました。まあでもいいですよ、この麺をどう美味しく食べるかっていう自己責任プレイなんで、めちゃめちゃ世の中に合ってる気もしますからね。美味しくいただきました。今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。伊那入船万里、万里さんから徒歩500m、 JR 飯田線伊那市駅。さっき万里さんに、万里さんに行く直前の入船駅跡を紹介しましたけどね、あの駅が開業した時に、終点だった駅ですね、伊那市駅。こちらでから帰途開始でございます。あ、もう無人、あ、まだ有人ですね。さすがこの辺は JR 東海。今から帰りましょう、日付変わらないと帰れないよ。終わり良ければ全てよしってことでね、今朝の寝坊とか傘忘れとかね、そういう失敗を、まあ昨日の、まあ、体調不良しか過去力ないしょうがないですけど、まあ、そういうのね、忘れないようにしないといけないですね。あのね、もう本当だけど気持ちいいんだよ今。すいません、もう何のこっちゃわからないけれども、伊那市駅から飯田線岡谷行きで、木戸に入ります。終点まで乗ります。押してありがとう。終点岡谷駅で中央本線川堀駅に5分差まで着きます。3連で混んでます。まっすぐに乗ってます。はぁ、酔っ払った。生に一杯でここで常駐に座り、5分座り、はい、終点甲府駅、余裕で引っ込みで到着です。始発高尾駅ホーム3分差です。終点高尾駅で中央快速線始発東京駅にドイツホーム3分差です。錦糸町駅分地所、ここで降りて今回の動画をしまいですね。日付を四ツ谷駅で、日付
超えてますが、青春18切符は電車特定区間、高尾から先は、こちらの方は電車特定区間ですので、終電まで18切符がね、ということで、歴史上でございます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。次回の旅ですが、26日、土曜日、宇都宮ライブって言ったやつで、開業一番電車15時からね、一般人乗れるっていうんで、まあ、もう一番に乗るの無理でしょうけど、一応まあ上に行こうということでね。そしてその夜、サンライズで、大正記念旅行山口県へと向かいます。それはまた別の、その次の動画になります。チャンネル登録よろしくお願いします。